け、命と食らう破滅の力、それこそ全て剣の行き着く先。違う、答えはそれだけではないはずだ。目覚めたか、師匠。飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。ああ、君は。俺は逆巻く風のラシード、世界を旅する風のヒーローさ。若、ヒーローがなぜここに。それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。若あれネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？戦いの中に答えはある。忘れたのか、お前の口癖じゃろう。ですがこのままではいずれ。戦いとは戦う相手を知り己を知ること。一人で迷っていても何も知ることはできん。本当はお前も分かっておるはず。おーい気分が乗らないなら。分かった、戦おう。そうこなくちゃ。タヤ、セレン、波動拳、ヤッホ、タイヤ、昇竜拳、波動拳、ヤッホ、セレン、バチバチゲップ、セレン、カタギ、セレン、波動拳、負けた。はあ、若、でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする。自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。じゃあな。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよい。お前のことを心配しておったからな。はい。遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。殺意の波動のこともな。破滅の剣、そうではない答えを俺が見つけるためには。いいぜ、付き合ってやるよ。来いよ竜。ああ、行くぞ。やっ、波動拳、やっ、波動拳、ストップ、昇竜拳、やっ、昇竜拳、やるじゃねえか。だが
心配するな。お前が殺意の波動に飲まれても俺がぶん殴って止めてやる。だから気にせず戦ってこい。ああ。シャドウか。お前を探していた。殺意の波動が人を外れた力、やはり互いに惹かれ合うということ。私と戦え。私は知らなければならないこの力の扱い方。俺も見極めたい。この先を。ここからだ。うっ、殺意の波動。聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか。お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を言う。また戦おう。